いやいや、こんくらいやだね。ほら見て、スムージーなってるわ。ほら、うん、うめ、 100% スムージーだ。まシェイクっていうのかな。まあだからこれはとりあえずこれでいいかな。あと蜂蜜入れんだっけ。ちょっとね、今固まってるからこうジェラートっぽくなってるけど、いや茶色じゃないよこれ。茶色は、茶色ではないね。で、ね、飲み物も OK でしょ。これも冷蔵庫入れとこうかな。ちょっとね、こいつも、冷やしておきましょう。まあなかなか溶けないよね、冷蔵庫入れとけばね。レモン汁を入れる？レモン汁？OK。レモン汁入りました。これ冷蔵庫にイン。インしまーす。で、飲むときに混ぜればいいじゃん。飲むときに。よーし。じゃあ、あとは、あ、ツナだね、ツナ。ツナ。一缶だけでいっかな。ねえ。一缶でいいよね。二缶はちょっと多いよね。ねえ。一缶。マヨネーズとか上からビャーってかければいいんじゃないかな。混ぜんじゃなくてね。混ぜた方がいい？あ、スライス玉ねぎ、チーズ？そこまでやる？ここまでやったらやろっか。やります？どうする？ねえ、カズくん違うんだって。あんたのやるじゃないんだって。もう今放送中だって何回も言ってんじゃん。なんでわかんないの本当に。もうやめてよ本当に。本当に邪魔すんのやめて、マジで。ねえ、やめてってば。やめて。よいしょ。じゃ、ここでスライス、スライス玉ねぎ？スライス玉ねぎ。これ一回やっちゃうと今度もね、またね、今日は出てこないのとか言われるからね、そんなにね、小出しでいくからね。うん、毎回毎回言われるようになるんだよね。今日家族いないの？とかね。大変なんだよ、こっちは。で、なに？普通に玉ねぎスライス？玉ねぎを入れる？
玉ねぎ。うわ、それ話聞いてる？もしもし、聞いてる？聞いてる。だから玉ねぎは何なのって。あ、スライス玉ねぎね。スライサーを使った方がいいか。じゃあで、水でつけさせた方がいいかね。そのまま切れる。結構薄めに切った方がいいってこと？薄く。よし、こんぐらいでいいっしょ。こんぐらいでね。オッケー。大丈夫。いやー、これ結構目にしみる。古いやつだったかな。目にしみんのってなんだっけ。新しい方だっけ、古い方だっけ。めっちゃ古いやつだね、これね。新しい？どっち？めっちゃ目にしみる。辛い感じ。じゃあこれを、これでいいやん。うんね。お水にちょっと浸しとこうね、辛いからね。冷蔵庫に入れると何？辛いのがなくなるの？おはようございます。あとはマヨネーズを乗っけるだけで、もう焼いてもいいかな。もういっちゃう。クレープ、クレープ作りいっちゃいますか。このさ、大きいフライパンとさ、小のフライパンがあるんだけど、どっちがいいと思う？これが中。多分16センチぐらいかな。ね、台が20センチかな。大きいのがいい？オッケー。じゃあ、大きいやつでやっていきましょう。ちょ、なんかこれ汚いね。洗っとこうかな。じゃあこっちに移動してもらいまーす。おいしょ。オッケー。溶かしバター入れてないね。ちょっと待ってね、ここでやる。溶かしバターってなんだ？バター古いやつあった。これでいいね、こっちでね。こっちにあった。これを入れてあげればいいでしょ。で、これは何だろう。サランラップした方がいいかな。サランラップしてチン。サランラップしとこうね。それで1分ぐらいかな、多分。あー疲れた。ちょっとタバコ吸いたい。
ちょっと今日急ピッチだからね、疲れた。家族ね、寝ちゃった今上で、冷房効いた部屋で寝てるよ。あ、やばい、なんかブチブチ言ってる。オッケー、これが溶かしバター。ちょっと冷めるまで待った方がいいかな。でも冷めたら固まっちゃうよね。どうしよう。大丈夫、もう入れちゃっていい、入れちゃっていい、オッケー。じゃここに入れちゃいまーす、先ほどの生地にね。やーっと、でまた混ぜ混ぜしてあげればね。ごめんなさい、なんか飛んでったのどっかに。なんかどっかに飛んでたね、シュポーンってね。いやー、私クレープ作り初めてなんで、うまくいくかな、真面目に。でもさ、薄くやればいいんでしょ、薄く。あ、ごめん、顔に思いっきり唾ついてた、ここにいたわ。で、じゃあいきますか。クレープの作り方教えて。普通に油をひいてやるだけかな。なんかさ、こういうイメージだよね、原宿の人とか。こうやって作んない？薄く。でもさ、これ生地作りすぎじゃね、こんなに。でもサラダのやつとかさ、薄くじゃなくていいんじゃない？棒がないから普通に薄くいく？薄くね。じゃあ火つけるよ。これ火は中火、弱火、弱、中、小、どれだ。気は弱ね、気は弱。じゃあこんぐらいのね、気は弱、これ気は弱。で、油は？油を入れすぎたらうまくできないんだ。あー、じゃあほんのちょっとでいいのかな。こんぐらい？キッチンペーパーで伸ばす。なんかほとんどなくなっちゃったね。ちょっと待ってね。ほとんど吸い取っちゃうね。こんぐらいかな。で、今、バターもあるよ、バターもあるよ。今こんぐらいのね、火はね。いい？入れちゃって。生地入れちゃっていいですか？どんぐらいの量だろう。お玉あるよ、今お玉ですくってる、こっち側で。
どんぐらいだろうね、量で。わかんないな。もっと？もっとかな？こんぐらい？こういう感じで回しながら焼いていけばいいのかな？火が弱い。もっと。フライパンを回して。あ、こういうことね。はい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 。いや、結構難しいね、フライパンで作ると。こんな感じでいいかな。もう動かない動かない、今の状態だと。うるさいな。もうひっくり返すのこれ。まだ表面がベチャベチャしてるよ。ももくに電話とか言って、爪楊枝とかでもやるの。火が強いって、さっきだって火弱いっつって強めたのに、どっち？最弱でやればいいんでしょ、最弱で。これ最弱なんだけど。強い強い強いとか。竹串はあるね。あるある。竹串はね。はい。これ何？こうやってひっくり返すの？こういう風に？割り箸じゃないよ。これ竹串だよ。端っこが持ち上がる？あ、持ち上がる。持ち上がってる、ほら。持ち上がってるよ。あとは手で引っ張る。本当に？マジ？手でいく？やだ。修正でね。大丈夫大丈夫。え、うまいっしょ。どうよ。修正した方がいいだろ。くっつけた方がいいだろ、明らかに。
これをまた裏返せばいいんでしょ。そういうことでしょ。あ、でもクレープになってる。もちもち。めっちゃクレープ、焼き色をつけた方がいいのね。焼き色ね。初めてで私クレープ作るの。これ上出来じゃない？初。意外とデザートってね、私作ったことないんだよね。作ったことないの多いのよ。タコス。どんぐらい焼き入れればいいんだろう、これ。触っちゃダメね、触っちゃダメね、オッケー。あー、これ切れちゃった、また。ここが。こうね。ひっくり返す、こっかな。ひっくり返す。オッケー。ひっくり返す。オッケー、じゃあひっくり返しましょう。せーの。ちょっと、あれ、彼はまた切れちゃったけど。またね、修正で、キュッとくっつければね、キュッキュッキュッと。オッケー。めっちゃ熱い、手が。めっちゃやけど。半端なくね、手が熱い。意外と熱気持ってるね。分厚い。じゃあ次、これはさ、野菜系にしよっか。分厚いの絶対野菜の方がいいよね。ねえ。分厚いクレープ、なんかポツポツが出始めてきたよ、これ。ポツポツが。油少なめで今度は薄く。バットに網を置いて。どういうこと？これ？これに網を置くの。もう OK じゃあ。はい。よーし、いいじゃん。いいね。ちょっと待って、ここあれだけどね、ここケッケッケッとね、こういうとこ修正してね。じゃあもう一枚焼いちゃおうか、もう一枚ね。もう一枚いきますか。続いて、次は薄く作ろう。薄めにね。油いらない。もうこのまま、ちょっとこのカスだけ取りたいね。ほんのちょっとだけ塗るんだ。ほんのちょっとだけね。追いついてるかな。薄くね、薄く。毎回油は必要だよ、だってあのクレープ屋さんが。結構薄くなったね。
よきよきよき。センスある。薄いから早い。もう大丈夫かな。あ、もういけそう。ちょっと待ってね。もういけそうで、でもひっくり返すの。難しそうだな、これ。ここだけこう取っちゃおうかな。あー、やだー。あー、やだ。手じゃ無理かな。薄いな。薄くてむ、難しいね。もうちょいだね、もうちょい。もうちょい焼いてっか。俺また修正してね、これね。これもうひっくり返せる？じゃあ手で触った方がわかるじゃん。修正だけプロとか言って。あ、いけそうだね。いくよ、いくよ。せーの。あ、やだ。熱い。靴。ちょっと待って、もう一回戻して。もう一回戻しつつの、熱い、熱い、熱い。熱い、ちょっと、もう一回やり直し。やり直し。ダメ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 。もう一度。ダメ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 。もう完璧を求めるんでね。完璧を求めましょう。完璧をね。もうここに穴が開いちゃったね。ダメだね、これ。ダメだ。お玉でくるくるしなくてもいいのかな、逆にね。でもさ、これちょっと薄いんじゃない？もうちょい入れてあげてもいいんじゃない？逆にね。薄すぎだよ、これね、逆に。もう集中力切れてきた。大丈夫、大丈夫。表が良ければ全て良しよ。裏なんて関係ないな、ぶっちゃけね。大丈夫だから。今一緒に同化してくから、こっから熱が通ればね、ヒューッとね。変わってくるから。ヒューッとね、一緒にドッキングされるから、今ね。これ目立ってるけど、どれ？うん、うまい。この生地だけでいけるね。おいしい、おいしい。あー、もうちょいかな、もうちょい。もうちょいだね。まだ早い。まだなんかビジャってしてる。ねえ、ちょっとなんで、手伝ってくれるんだったらいいよ。ねえ。いやいや、これ絶対できないから、私にしか。いや、カズくんはさ、そっちにいてよ、ほんとに。いや、冷房ついてんじゃん。暑くないでしょ、どうした？上で寝てりゃいいやん。何そば、文句ばっか言うんだろう、ほんとに。待ってね。あ、いけそうだね。ちょっとフライ返しでやってみようかな。フライ返し。
ライスの方が楽そうだよね。これじゃないね、これじゃない、違うやつだった、これもっと厚いやつだね。あ、これじゃないと、これじゃないよね、違うよね、こっちだよね、ノーマルタイプね、こっちのノーマル。暑いな、マジ。あ、ちちち。いくよ、せーの。あ、やだ。あー。あー。熱い、熱い。熱い、熱い、熱い、熱い。セーフセーフセーフ、ギリセーフだね、これはセーフだよね、セーフでしょ、オッケー。こんぐらいだったらクレープっぽいよね、こんぐらいの薄さじゃない、もうちょっと薄くてもいいけど、うん、いや結構厚いよ、クレープ結構厚め。で、2枚かな、今日は。2枚。分量中もう2枚しか作れないね。もういいんじゃないかな、これね。OK だよね。OK。じゃあこれで、一応生地ができましたね。こっちに移動。こういう風にね。あ、やだ。滑っちゃう、滑っちゃう。はーい。で、こっちはもうね、乾いてんね。こういう感じ。うわ。こういう感じ。こっちは、あれだよね、野菜を入れる感じだよね。ちょっと待ってね。綺麗でしょ？お野菜、お野菜はどうしようね。お野菜はちょっとごめんね、油で滑っちゃう、カメラが。ちょっと待ってね。上半分にのせるのね、具材を。これさっき玉ねぎ、もう水取ってあるんだよね、これね。玉ねぎとレタスかな。いや、もうツナ、ツナ用意されてもツナ。ツナ。ね。上半分に入れる。こういうこと？横？
ああ、だからそういうことでしょ？え？どういうこと？横でも上でしょ？じゃあ上側、こっち側ってことね。こっちが上になるでしょ？もっと狭く？あ、こんぐらいの範囲ってこと？こう、キューって。うなに玉ねぎでしょ？オッケー。もっとギュッと、もっとギュッと、ギュッと。で、マヨネーズか。マヨネーズをビャーっとね。ここに。で、シーチキンか。シーチキンいっぱい入れてあげようかな、もったいないからね。え、チーズ？チーズ？チーズ？チーズって何？チーズをここに乗せんの？スライスチーズ？塩コショウ。はい。塩コショウね。チーズいらない？半分でいいの、半分で。こういう感じ？いらない？いらないの？じゃあ入れんのやめようか。いらない、いらない、多いか。いや、これで OK？で、どうやって巻くのよ、これ。クレープって。包む紙はね、ない。ないっすね。包む紙。これでいいんじゃないかしら。ありました、紙。こちらね。こちらでございますね。タウンニュースでございます。これね、みんなの大好きタウンニュース。ね、こちらを開いてみますと、こちらの方にね、私が乗ってますと。こちらの方にね、こちらの方に、行きますと、私と元彼さんが乗ってますね、ハッチくんが。これで、この半分を使ってあげればいいんでしょ。何枚ある？あと100枚ぐらい余ってるね。結構いっぱいもらっちゃったからね。ね。ねえ。あ、やだ。二人の中は裂けちゃった。真っ二つに。
それで、こういう感じだね。インクつかないか、最近の新聞はつかないの知らないの？しかもカラーだからね。カラーのインクはつかないんですよ。濡れてもね。で、こう正方形の方がいいのかな？こんぐらいかな？正方形。これぐらいかな？クレープの包み紙ってどういう感じだっけ？こうくるくるくるってやるのか。こうか。これでくるくるくるって巻いてくんだね、こうね。こういう風に。こうやって。こうだよね。これだね。だからこれを、これをもう乗っけちゃえばいいんでしょ、ここに。こうやって、どうやってやるんだろう。巻いてから。折りたたんでいいの？ちょっとこういう感じじゃん。そうだよね。具が見えない。じゃあこうもうちょいずらす。両端を折る。こういう風に。こう。こういうこと。違う。なに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 、どういうこと？クレープの形に混ぜて今クレープの形になんない？真ん中を中心にこう、そういうことね。こういうこと。こう。こういうことね。それで、紙に乗せてくるくるやってあげればいいのね。こういう風に。穴って何？それでくるくるくるってなんか巻くイメージだよね。こうか。こうだね。あ、紙が入っちゃうね。ちょっと待って、紙が入っちゃう。ちょっと待って、待って。あー、やだ。どういうことだ？ちょっと待って、もう一回吸収してあげて。いいんじゃない？もうこれで。これでお皿に盛り付けてあげればいいんじゃない？巻かなくていいよね。これで、フォークかなんか食べればいいな。ね？こういう風に。ねえ、こうやってさ、こういう感じでね。
それでいいじゃん。うまそうでしょ。じゃあお次、もう一枚作ります。今度デザート系ね。こっちはなんかうまくいきそうな感じ。こちらデザート系。どう？で、生クリーム作ってあるんで。こちら。生クリームを、さっきと同じだよね。塗ってあげて。うん。結構生クリームたくさんでしょ？それで、ベリー系だね。ベリー系。だってさ、もう初めて作ったんだからさ、わからないもんだってそんな。今日初めて作ったんだよ、クレープ。ね、わからないよ、だって初めてで初だよ、人生。いや、そんな食べたことねえし。クレープが競争されてるんだって。あら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 ららららららら。あらら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 。黒いのはブルーベリー。あららら。これ OK でしょ？バナナが欲しいけ？バナナ入れる？もう具沢山じゃね？もういいんじゃね？で、またこの上から生クリームをね、乗せてあげればいいんだよ、こういう風に。アイスは入れません、もう。もういい、十分。もうお腹すきすぎた、私朝ごはん食べてないかな。ね、こうやって半分でしょ、こうやってやるんでしょ。ね、どうだっけ、こうだっけ、こうでこうか。 OK！完成でーす。完成しましたー。完成。なんかこれつけない方がいいの、なんかごちゃごちゃになっちゃうね。やめとこう。できた。あとジュースがあるんでね、ブルーなんだっけ、ミックスジュース、スムージーみたいなの作ってあるんでね、こちらね、こちらも一緒に飲んでいきます。
いや、茶色じゃないよ、これ。今、砕いたそう見えるだけだよ。ちょっと待ってね。さあ、あっちで食べましょう、試食。だね、ナイス時間。さあ見せますよ、今ね、今日完成したクレープ、こちらでございます。こちらがツナサラダ、こっちがいちごとブルーベリーのクレープ。ちょっと写真撮るね。あ、メモリーカードに空き容量がないんだって。マジ？ちょっと待ってね、どれか消さなきゃダメなんだね、これ。もうそんなに撮った写真、こういう動画は消しちゃおうかね。これどうやって消すの？これか。なんか動画が重いんだね。これ 4K で撮ってるからね、多分ね。どれか消さないとダメだね。動画でしょ、あと。これ何？あ、これもいらないね。これでいけるかな？これでもう写真いけるかな？あ、いけたいけた。オッケーオッケーオッケー。ん？じゃあ写真をまず撮るの、料理作ったら。こうやってね。いや全部一緒じゃない、微妙に違うのよ、アングルがね。微妙にアングルが違うのよ。
よーし、食べよう。うまそう。スムージーもいい感じでしょ。スムージーも。いただきまーす。朝ごはんいいね。クレープ。よいしょ。よいしょ。カズくんでちょっと寝てる。カズくんはさっきね、鮭弁食べてたから。ちょっとスムージー飲んでみよう。うん。濃厚。丸ごとって感じ。どっちから食べようかな、迷うね。ん？どっちから食べる？サラダと、フルーツ。ツナからいく？ツナかな。もちもち、うまい。クレープになってるわ、普通に。うまい。こんなに簡単に生地できるんだね。だって本場のクレープってあれ、フォークとナイフで食べるの知らないの？手なんかで食べないか、それは日本流だからね。本場のクレープっていうのはフォークとナイフだからね。日本だけだからあんな紙でくるくるむね、まとも。バカだよね。マナーも知らないんだ、そうやって。また知ったか始まりました。いや、クレープっていうのはどこの食べ物なの？クレープってどこなの？ん？フランスでしょ？フランス料理ってどうやって食べんの？フランスのデザートってどうやって食べるんですか？フォークとナイフでしょ？間違ってないじゃん。手では食べないでしょ、フランス人は。うん？これが本場のクレープの食べ方です、こうやってね。生クリームを手で塗るので塗りますよ、職人はね。ああー言えばこう言うんだ。あー、また始まりましたね。ストレスが溜まってるね、みんな。美味しいもんは私は食べてるからって。こんなに上手にできちゃったからって、焼き餅また。なんでさ、ご飯食べてるだけでここまで言われなきゃいけない。マジ頭おかしいよね、みんなね。ちょっと美味しく食べさせてよね、せっかく美味しくできてんだから。ご飯食べてるだけボロクソ言われてね。